はい、こんにちは。今日は2016年9月何日ですか、木曜日ね。9月28とかそんなもんですね。田舎っていわゆるお墓ありますよね。こう人様の墓ですけどね、撮影しいかとか知らないですけど、こうやってね畑が広がる、あそこが僕の畑で、こっから奥1ヘクタールそこが見えるのかな、何単、4、5単で、あの奥、そしてあそこに1枚ザーンと右側にあるのが、あそこで1枚で1ヘクタールぐらい、まあ8単ちょっとなんですけども、全部でここで、何ヘクタールあるのかな、2ヘクタール3ヘクタールぐらい、全体の半分近く3分の2ぐらいがここの、この、ね、山に囲まれたこの高台のこの地域ですね。全体の多分3分の1は僕が一人でやってると思うんですけども、この目の前のさつまいも農家さんは別なんですけどね、こういう畑の中にこうやって多分農家さんですよね、ご先祖様が眠ってらっしゃるんですね。で結局その帰っては来ないわけですね。こうやって今まだ綺麗にね皆さんされてますけども、夏の間お盆とかね皆さん結構あの来てね、見るからに、あ、都会の方だなっていうような格好の人がね、ちっちゃいお孫さん連れて来てますけども、それもねあと何年続くのかなっていう感じですよね。僕の住んでるね借りている古民家の、方は結局昨年おじいちゃんがね12月に亡くなられたってことを聞いて、これでもう何でしょう、で結局僕の借りている古民家はねこれで多分もうその息子さんたちは大阪に住んでられるみたいなんですけどね、僕はお会いしたことないですけども、初盆の今年お帰りにならなかったですね。もしかしてお帰りになったらね僕もちょっとご挨拶したりとか考えてましたけど、帰ってこなかったっていうことは多分もうこれからお墓参り来ないんじゃないですかねってね、どうなるんですかね。ね、田舎ではもうそういうことが普通に起きていてね、あの東京の方でもあのお墓のこととかなんたかなかんたらってやってますけど、もう日本の田舎はもうそういう意味ではねこのお墓のことだとかこの跡継ぎとかどうとかね、ましてや畑のことなんていうのは普通に会社で働きているね30、40、50といった普通のサラリーマンの方がね畑なんか気にするわけないですよね。当然ね相続で畑の問題って発生してくるわけですけどね、その方たちは一体どうされるんですかね。田舎のことも何もわからずね、畑のことね、自分の相続した畑がどこにあるのかもそれは多分ね正確にわかんないですよね。多分僕は全て畑はね東京ドーム2個分8ヘクタール9ヘクタール借りてますけど、全て借地ですよね。当然ね地主さんだけでも多分30人ぐらいいらっしゃるんですけど、あのもう代替わりが始まってきますよね。当然ね今70、80といった方がね、お亡くなりになると息子さんたちがねこちらにいる地元の人だったらねいいんですよけども、ってことで何やってるかというとさつまいも掘ってますね。次の出荷が10月なんでね、まあまあ霧のいいところでさつまいも掘ろうかなという感じでやってるわけですけども、まあまあですかね。これがあのうちはまあ当農園は野菜セットでの販売ですんでね、あのとにかくさつまいもじゃがいもねできるだけ長くたくさん欲しいわけですけども、前半と後半と分けて、前半戦がこの普通の紅あずまですね、後半が紅はるかですね。ちなみに紅はるかの後半戦は10月の第4土曜日10月の20何日かなんかイベントをやってまたみんなで掘りますけれどもね、興味があれば来ていただきたいかなと思うんですけども、主催は僕じゃないのであれなんですが問い合わせしていただければと思いますが、さつまいもね、まあまああのさつまいもはどういう作物なのか言いますと、
まあここ本当に今年枯れたばっかりの畑でね、まあまあ耕作放棄地ですね。もう僕が来た2007年から、今何年 2016? そうなると10年間はほったらかしってことですよね。まあまあそういう誰もだからやらないんですよ、そういう畑をね。まあ借りてそういう耕作放棄地も借りようと思ってますんでね。それがまあ僕なりの地域貢献というふうに考えております。でまあこうやって借りてね、まあ見るからね1年目の畑ね、どうしたらいいんでしょうね。いきなり有機栽培で作物できるか、できるわけないですわなこちら一応プロですんでね、作って売り物にならなければしょうがないわけです。ということで大体1年目はねさつまいもを作るんですよね。まあそれでこう様子を見ながらね、昔戦後ね貧しい日本が貧しかった時みんなさつまいも作ったわけじゃないですか。肥料入れなくてもできますからね。ということでね、まあ1年目はさつまいもなんか作って、有機栽培でねさつまいもって実はあんまりうまくできないんですよ。肥料がちゃんとした土ができてるところではあんまりねさつまいもってうまくならないんですよね。まあなので痩せた土地で大体作るわけですけどもね。ってことでまあ今年はここに紅あずまを作って、どちらかというと後半戦のね紅はるかの方が貯蔵して越冬して使っていくのでそちらの方に力を入れていまして、まあまあこの最初の紅あずまはねこれ掘ってすぐにもう10月に出しちゃいますんであれなんですが、何があってまあ本当はもうちょっとしたらね機械でバーッと全部掘っちゃうんですけど、芋掘り機でね、最初はまあこうやって試し掘りみたいな感じでねちょろちょろっと出荷分だけこうやって手で掘って出すっていう流れになっております。まあすぐ掘れますんでね。さつまいもは多分芋の中でどうですか、ヤーコンと同じぐらいね簡単というか何でしょう苦労せずね持ち上げて掘るというよりかは、まあ、抜くという作業ですよね。芋を抜く、よいしょ、こう持ち上げてグググッとこうね、まあ道の駅なんかでねおそらくさつまいも売ってて、まあ皆さん見るとあれはもうなんて言ってる、いわゆる化成肥料と農薬等で、まあいわゆる観光栽培のねもうバリバリもさつま専門の方たちが専用の貯蔵をしてですねやってるものなので、まあだいたい普通に作りゃこんな感じですよね。でも意外とねこれぐらいが美味しいんですよね。レンジでチンしたりでもいいですし普通にふかして、なんで大きいのばっかりをねまあまあそういうものだみたいな感じになってますけど、よくわかんないですよね。別にまあ大きければいいとは俺は思ってないくってっていうか、まあできないんですけどまあ観光の方たちはねとにかく草除草剤を使って、さつまいもってねブログなんかにも書いてますがどうやって作るんですか、とても簡単ですね。草ですね、草にこうやって負けないように作ればいいってだけのことなんですよ、結論から言っちゃうとね。だからまあこれ作ってるというよりもね何でしょう、草対策をきっちりするということが有機栽培の場合ですよ、まあ最も大事なことで、それ以外のことはまあ二の次三の次なんですけどね。よいしょ、まあ明日の出荷分にはもうちょっと2、3コンテナあれば多分いけると思うので、よいしょね、どうですか、まあちょっとしばらく置いてもらった方がだいたい1軒分でこれぐらいで十分だと思うんですよね。これで500グラムぐらいあるんでしょうかね、これぐらいで美味しいと思いますよね。まあ実はねここ数日本当にちょっとうつ状態が続いてますしね、まあ農業やってると1年の間にねやっぱり何度かのそういう波がありましてね襲ってくるわけですね。サラリーマンの皆さんもね、会社にお勤める人も今日会社に行きたくないね、僕も畑に行きたくない時あるわけですね。そんな毎日じゃないですよ、もちろんやる気を持ってやっておりますから、ただやっぱりねいろんなことが起きますから、なかなか落ち込むわけですな。でやっぱり
ここ数日連日、まあ、お野菜のキャンセルが続いていて、まあまあそうなんだろうなと思いますけどね、例のテレビをご覧になって申し込んだ方大体ね、まあ笑っちゃうんですけどね、定期便セットにありました、はいどうぞよろしくお願いしますと言って大体 2,3 回送ってやめるんですね毎度のことですけども、特にねテレビをご覧になった方ってやっぱりその元々その有機栽培だとかそういったあのノリではないので、あの毎回毎回そんなねビカビカの野菜が届くっていうふうに思ってらっしゃるかもしれないですけど、あそんなん無理に決まってるんですよね。だったらスーパーで買ってくれって感じなんですけど、まあまあね綺麗な野菜をが欲しいんだったらスーパーで買えばいいじゃないですかねそんなこと言っちゃいけないんだと思うんですけど、まあまあ有機栽培でねそれは綺麗に作らなきゃいけないんですけど、綺麗にできる時もあればね、今年はとにかくこの端境はね多分有機農家さんみんな苦労してると思うんですけどね、多分みんな野菜ないよってね、当たり前ですけどね、こんな天気でできるわけないですよね、安定してね。この今の9月の終わりの時期に野菜セットをやってる有機農家で、いやうちはもう全然あの困ってないよっていう方いらっしゃったら、あなたは素晴らしいですわ、はいね、素晴らしい実力の持ち主ね、まあいらっしゃるんですよね、そういうこうものすごい人っていうのはね。まあ明らかにこの我々の業界はプロ野球サッカー同じですね、完全実力主義の世界ですね、もうはっきりと結果が出ますのでね、この業界はそれがまたいいところにもあると思うんですよね。あのともちろん大変ですけど、どうですか、あの口八丁手八丁の世の中そんなこと言っちゃいけない、あの農業の場合はね、あの理屈とか御託は全く関係がない世界って本当に僕はそれが好きでね、気持ちいいですよね。ね、有機栽培でヘクタール単位でやってみろってことなんですよね。そこにはね絶対にごまかしは効かない世界がありますので、あのすごくすっきりしていていいんですよね。当たり前ですよね、プロ野球で年間通してね3割を打つって簡単じゃないんでしょ、知らないですけど、やったことないですけど、やっぱりあのね口先だけの人間が多いこの世の中ね、クリック一発でねアブグゼニを稼いでるこの世の中いいですよね。僕はそんなものに人生かけたくないので、でもやっぱりね大変ですよ本当に、これは、時代はどんどん進んでいるらしくてね、何でしょう、なんとかスムージーとかね、そうなんですね、日本オーガニックって今そういう状況になってるらしくて、へーってね、ブームっていうものがありますよね、そういうもので、ね、時代は進んでるんでしょうけども、ね、なんで有機農業ってそうやってオーガニックっておしゃれじゃなきゃいけないんですかね有機農家って皆さんおしゃれですか言っときますよ、俺はもうそんなところからはね遠く離れてやっておりますからね、今年のパリコレのファッションがどうしたっていうことと、おそらく一般の人は何の関係もない人生を送ってると思うんですけども、俺だってね、俺なんかさらに遠いですけどね、それと何の関係があるんだってことですけど、でも実際にこれ有機野菜販売しようと思ったら、なんかある程度なんかそんな おしゃれなテイストを装わなきゃいけないみたいなね、おいおいいつからそうなったんだとびっくりしちゃいますよね、なんすかね。でもね、現場に来てみれば分かりますけど、これおしゃれですか、これね、これおしゃれなんですかね。あの販売だとかね、流通だとか加工だとかやってる人たちはね、おしゃれなんでしょうよね。でも現場はね、物を作ってる現場はそんな次元ではないんですよ。でこれをやりながらおしゃれな人ももちろんいらっしゃいますよ、俺の仲間にもいっぱいいますよ、みんななんかベレー帽かなんかみたいなのかぶっちゃってね、なんかおしゃれな音楽なんざかけながらね、ボサノバかなんかサーサバソンソワね、あどこが鬱なんだお前っていうね、いやいやよいしょと
まあ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 ですかね、今年のベニヤズマね。やっぱりあの痩せた土だとこういいですよね。本当に面白いですよね、作物作りっていうのは。痩せた土の方が美味しくできる、できやすいなんてね、はあ、不思議なもんです。さつまいもはね、昔はこの戦後貧しいというかこのつる、これを食べたわけですよね。本当に毎日毎日さつまいもで大変だったみたいな話をね、聞いたことありますけれども、日本は豊かになりましたな。そして何を手にして何を失ったのか、それがさっきのあのお墓ですよね。あの墓も本当に今はね、皆さん綺麗に管理されていらっしゃいますけど、10年後20年後あの墓がどうなってるんでしょうね。10年後多分僕はまだこう成田にいて畑やってると思いますけども、あそこの場所がどうなるんですかね。もうこの畑もね、あのここもう7年近くやってなかったんですけども、もうあの地主さんがもう大体米だけ残した後の畑とかも全部やめるっていうことで、まあまあそういうことを聞きつけてね、じゃあやってみましょうかみたいな話になったんですけど、よいしょ、2コンテナちょっとあればできるかな ね。こんな感じで10月にの第4土曜日にね、さつまいも掘りイベントやりますんでね、もしあの主催は僕じゃないんですけども、まああの僕の畑やりますんで、よしよ、もしよかったら問い合わせてください。ということで、さつまいも掘れね、さつまいも掘り、2016年のね秋ね、メイン作物の一つですね、さつまいもね、これは品種は紅あずまですね、を掘ってました。百姓農園の一日でした。それではまた。